皆さんこんにちは、かなまるです。今回ご紹介するのはこちらのセブンイレブンコラボ商品。なんと北陸のラジオとコラボして3つの商品が発売されています。1つ目が福井県 FBC ラジオ用意ドンとのコラボ商品、羽二重餅チョコクリームチョコチップ入り。2つ目が石川県 MRO ラジオ朝ダッシュとのコラボ商品、リンゴの滑らかチーズケーキ。そして3つ目が富山県 KNB ラジオ取れたてワイド朝生とのコラボ商品、プリンみたいなメロンパンです。ということでこの3つを早速いただきたいと思います。さあ開封するとこんな感じです。これが羽二重餅チョコクリームで、これがリンゴの滑らかチーズケーキで、一つ大きいのがプリンみたいなメロンパンです。やっぱりでっかいですね。それでは福井県の羽二重餅チョコクリームからいただきたいと思います。羽二重餅といえば有名なお土産ですね。この白い、柔らかいんですよ。滑らかでこうちょっとペタペタというか、トロペチャンというか、そんな感じのお餅です。これを半分に切りますと、こんな感じでチョコクリームが入っています。ということでちょっと絵面が汚くなって申し訳ないんですが、もう一口でいきたいと思います。仕方がないのでいただきます。ほい。ん？いや、もうなんとも滑らかな舌触りでとても美味しいですね。このお餅自体もほんのりと甘いんですが、やはりそこにねチョコクリームが入ることで、こうおしゃれなスイーツって感じがしますね。とても上品な甘さです。そしてチョコチップ入りとあるように、やはりチョコチップが入っているのですが、これがですね、この滑らか尽くしのお餅の中でね、結構いいアクセントとして存在感があります。ペロペロっと食べてるとね、いい感じでコリコリっとしてきて、お、チョコチップがあるなって感じがしますね。とても美味しいのでね、一口で食べちゃうと結構もったいないかもしれません。しっかりと味わって食べるのがいいですね。さあお次は石川県朝ダッシュとのコラボ、リンゴの滑らかチーズケーキです。私はですね、リンゴもチーズケーキも大好きなんですよ。なのでとても期待感が高まりますね。すっとスプーンが入って、お、これはなかなか程よい硬さですね。さあ一口取れましたのでいただきます。これもとても美味しいですね。この程よい硬さのチーズケーキの中にシャキシャキっとしたブロック状のリンゴが入っています。あのとあるヨーグルトみたいな感じですかね。で、そのねシャキシャキ感がまたこれいいんですよ。このね滑らかなチーズケーキとシャキシャキっとしたリンゴ合いますね。そして実はこの商品の袋を開けた時からリンゴのいい香りが漂っていました。この香りとこのシャキシャキっとしてじゅわっと広がるみずみずしい甘さ、とても美味しいです。そして最後にちょっとポロポロっと落ちちゃったリンゴたちを食べました。はい。さあ最後は富山県取れたてワイド朝生とのコラボ、プリンのようなメロンパンですが、あんまりプリンっぽくない気がしますね。ただあんまりメロンパンで言うと、こういう濃い茶色っていうんですか、焼き加減は見たことない気がします。ちょっと失礼して、中が、と開けてみると、お、ご覧ください。ああ、もう中にプリンが詰まってますね、こりゃ。こりゃ味が楽しみです。いただきます。うん、これは香ばしくて美味しいですね。これ、メロンパンよりかはちょっとカラメル感っていうんですかね、その焼き加減がいい感じで美味しいです。通常のメロンパンのようなザクザクのクッキー感はないんですが、ふかふかな分このね口の中でふわっといい香りがしますね。これはもうプリンですね。もちろんプリンがそのまま入ってるのではなく、こういったねカスタードクリームのようなクリームなんですが、この味わいがもうプリンですね。さっきちらっと見えたようにカラメルの部分もちゃんとありまして、そこがこうしっかりね香ばしい甘さを放っています。うん、美味しかったです。さあいかがでしたか。
北陸3県コラボということで、販売も地域限定なのですが、北陸にお住まいの方、機会があって北陸にお越しの方、ぜひ食べてみてください。とても美味しいですよ。さて、このチャンネルでは、このような富山にゆかりのある物事の紹介の動画などをアップしています。あなたが気になる動画もあるかもしれません。ぜひ、過去の動画もチェックしてみてください。高評価、チャンネル登録もしていただけるととても嬉しく思います。それでは、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。